慶応文学部っていう私立英語の中でも独特で、とにかく欠かせる英語といってもやっぱり生きたのが本当に現代文の技術、はい、絶対にこの大学に行くんだっていう不合格通知を見た時のあの怒りとか落胆とか悲しみを絶対に忘れないでほしいっていうのがあって、どうも、篠原です。今回は篠原塾の卒業生で慶応大学の文学部に合格した T 君に来ていただきました。 T 君よろしくお願いします。よろしくお願いします。T 君は一浪で慶応大学の文学部に向かったというところで、浪人期間の1年間を篠原塾で勉強したという生徒さんになります。1年ぶりぐらいですけど慶応合格おめでとうございます。これから慶応大学の対策を話してもらえたらなと思います。まずは英語ですね。慶応の文の英語っていうと長文が長い、次第には珍しく記述形式で、かつ辞書持ち込みかっていう変わった傾向だと思うんですけど、こういうところ苦労したとかってありますか？慶応文学部っていう私立英語の中でも独特で、さっきおっしゃる通り、とにかく欠かせる。なので、私立文系の英語に当てたマークシートばっかりなので、技術演習を多めだったりとか、あとはもう辞書に対するとなると、英文と前の本、あちらも使えるようにしておく。とりあえずもう慣れですね。紙の辞書に関しては結構使い込んだ。そうですね、結構使い込みました。ただ試験時間の兼ね合いで言うと、こんなにバンバン調べる時間はまあ正味ないじゃないですか。大体何語ぐらいに抑えましたか？何語ぐらいっていうかは、その文章の一段落でようやく自分できないなってあったら、そこに分からないために丸をつけておいて、そこだけでコンパクトに調べて、一段落読んで推測どうしてもできないヤバそうなやつがあったら見るみたいな。そう、リー君は確か英検1級レベルの単語勉強したよね。やってました、はい、1級でも通用しないような語彙力でしたか？語彙力っていうよりかは、文章の文脈で得意な使われ方をしたりするので、はいはいはい、本当にもうそこ慣れしかない。文学部なんでやっぱり純文科学系の文章に慣れておくというところがやっぱりキーポイントになるかなと思います。英検1級のあんまり出てこないような単語あるじゃないですか。で、そういう語彙力をひたすら増やすっていうのは、やりはしたけど、どちらかっていうと意外とこの単語ってこんな意味あんねんなみたいな、そっちの方が刺さったところがある。そうだ、はい、人文学系の長文っていうと掴みどころのない哲学っぽいやつがあったりとかすると思うんですけど、過去論ってどれぐらいやりました？過去論はもうあれだけ15年分ぐらいやって、はい、3週ぐらいは絶対したと思うんです。でも英語といってもやっぱり来たのが本当に現代文の技術っていう、はいはいはい、うん、どこで文章を要約してとか、分からないところがあったら次のこの文章で推測するんだみたいな、ところが生きたので、英語だけに絞っちゃうとなかなかそこに手が回らない。英語の文は小論文なので現代文の勉強はあんまりしないかもしれないけど、現代文はやっとかないと困るよ。絶対にそうです。ってことで小論文だから現代文いらないってことはないってことですよね。絶対そうです。じゃあ小論文のお話伺えたらなと思います。いろいろ小論文の勉強していって、過去ね篠原塾でやってたから俺はね対策いろいろしたと思うんですけど、小論文対策こういうところが難しかったとか、こう気をつけたみたいなのありますか？慶応文学の格本しかないんですよね、編集できる教材が。他の国立大学の記述をやってもいいかもしれないんですけど、やっぱり一番は格本をやって、とりあえず要約ができるようになるんですよ。そこができないとその次の自分の意見が答えられないし、見てももらえない。だから本当にまず要約ができるようにならないと。慶応大学の文学部の小論文は結論が2つあるんですよね。そう、文章があって括弧1の方で要約をしてくださいっていう問題があって、で括弧2の方であんたの意見はというふうに聞いてくるとってなった時に、やっぱ括弧1でしっかり点を取るってことが重要ってところですよね。括弧1で点を取るために現代文の勉強ある程度したと思うんですけど、こんな教材使ったとかこういう勉強したってのはありますか？とりあえず記述をやるっていうこと、記述をやった上でもう一段階で、君はどう思うっていう次の括弧に対策、そこもやっぱり過去をやって篠原塾で検索してもらう、そこでもういろいろ時間やられてるので次にそれを回したようになるべくメモして、次はこうしようこうしようっていうふうに改善していくっていうようなサイクルができて、やっぱりコツでした。最初大体ボッコボコだもんね。そう、最初はまあできないですよね。で最初はできないんだけども、ある程度やってくる中で多分こういうこと書いてほしいんでしょっていうのが徐々に分かってくると、書き方とかも洗練されていって、まあ、最終的に仕上がっていく。T 君は文学部受けるっていうふうに思ってたと思うんですけど、一応経済もやりましたね。経済もやりました。本もやりましたね。みたいな感じで、一応他の学部の役も参考にならなくはないので、いろんな学部の役をやりながら第一志望の学部の小論をやるっていうのがまあ一番良かったんじゃないかなと思います、はい、社会なんですが、社会は何選択でしたか？日本史選択。日本史、慶応の日本史ってどうですか、難しさとしては？本当に一線隠してるんで、教科書だけじゃ絶対に受からない。ただそういう用語集の細かい単語をずっと覚えておけば受かるとかじゃなくて、はい、ある種単語をこう並べた時に自分なりのそのストーリーを思い出せるか、はい、想起できるかっていうのがかなりキーポイントだと思います。一つの単語からどれだけ知識を連想させて、最後の120字の問題があるんですけど、あそこにもう得点を稼げるかってところなんですね。
用語の細かさもさることながら深く理解してないと解けない問題も出るよね。出ますね。これはお前絶対無理って思ってるやろみたいなの出るよね。出ます。無理めなやつと無理めだけど頑張ったらできるやつってのがあって、ここまではできないといけないよねっていうラインがどうなのかっていう判断が結構難しいっていうところもあるんじゃないかなと。リグは篠原塾を使ってたと思うんですけど、篠原塾でここ良かったなっていうポイントってありますか？さっきおっしゃられたところで、できてほしいところと、できなくてもいいところが正直、早期の日本史とかって結構あったり、で、英語の問題も結構あるんですよ。そういうところの自分のレベルで見分け方ができるっていうところで、きっちり合格点取ってもらって、そういう調整能力を培ったのは本当に良かった。もし自分なりの回答を持って小論文を伝えされて、それを改善していく、でその改善のことを細かく教えてくれたりというところです、ね。赤本とか見てもややなんとかね、そう書いてあって、これはじゃあできないといけないのかどうか分かりにくいと思うんですが、篠原塾の中ではこれはもういいですと、あるいは点の取り方にもよるんじゃないですか、はい、例えば英語でガツッと取れるんだったら社会そんなに頑張らなくていいとか、逆に社会で点取りたいんだったら英語はここまででいいとかっていう、まあ、バランスを取りながらやっていくっていうところかな。あとはまあ、ある程度最初はボコボコにされる格好で、そうですね、添削受けないといけないかなって思うんだけど、最初は結構苦労したよね。最初結構苦労して自信も結構なくしましたね。全然書けないし、翻訳も何書いていいか分からないし、そもそも文章が難しいから、何を言ってるかも最初分からないところから始まるので、ここはもうプライドをゼロにして教えを請うっていう形にした方がいいと思います。本当にもう添削してくれる人がいてできるものだと思ってるので、今慶応に進学して一人暮らしもしてると思うんですけど、どう慶応大生生活楽しいですか？楽しいです。慶応に受かってよかったなって思った瞬間とか、僕田舎出身なんですけど、やっぱり田舎で慶応が出たっていうちょっとしたイベントが分かる分かる出たし、うん、近所のおばちゃんとかがすごく祝ってくれたりとか、成人式とかですごく尊敬されてる、そういうようなちょっと優越感に浸れるぐらい、慶応入ってすごいなって人とかいました？いますね。結構 SFC とか科学のつながりもやっぱりあるんで、1年生のうちからすごい大企業でインターンしてますとか、絶対こういうことやりたいから起業したい、起業する理由を設けたいとかじゃなくて社会貢献がしたい、すごい理由があったりとか、慶応公認会計士の合格率が確か大学1年、はい、1年生の子からダブルつくる、勉強頑張ろうっていう人に対してはある程度応援してあげるよみたいな環境が整ってると、はい、慶応大生って言ったらチャラいイメージとかあると思うんだけど、視聴者さんとかね、結構チャラいやつもいますね。いや、いいんですけど、僕が所属してる文学部に限った話をすると、チャラいけど容量はいいんです。あー、なるほど。だからめっちゃ遊んでるように見えて、直前になったらこことここだけ押さえればまあ取れるでしょうみたいなのも絶対できてるので、彼らなんか、そういうところは僕も見習っていきたいな。ただただチャランポランだけじゃなく、スマートさの伴ったそういうところがある、まさに慶応らしいな。 T 君は篠原塾を使った経験をもとに、こういう人篠原塾おすすめですよってのありますか？2パターンあると思ってて、大手や予備校が近くにない人、僕みたいな自称進学校とか非進学校出身の人で、はい、僕はなるべく校舎におすすめしたい。僕みたいにやる気はあるけど、勉強する術を知らないとか、はい、だから英単語を何回も書いちゃうとか、無駄な勉強に時間使っちゃって、結局伸びなかったじゃんって、負担するのは本当に残酷だと思うんです、はい、それなら最初からこの大学行きたいんですけどっていうふうに教えを請って、結構綿密に何月から何月まで、参考書をやった方がいいとかって書いてくるの、それに従ってやっていく、自分なりに改善して、それを篠原さんに伝えて、また改善をもらう。篠原塾では今画像に出てると思うんですが、こんな感じの年間受験戦略っていうのも入塾時に作って渡してるんですよ。全員これってんじゃなくて、この人でこの大学だからこれっていう選び方をしてるんですね。部活が忙しいとか、あるいは学校の進度がどれぐらい早いか遅いかによって変えてるんですけど、実際そういうのを一番最初にもらって、その後の見通しっていうのは結構立ったんじゃない？立ちましたね。これが本当にコンパスっていうか道しるべになってるんで、そこに従って自分がやっていくっていうところが明確になったんで、やる気を巻きます、ね、何やっていいか分かんないですけど、ここに従っていけばいいって思ったんで、ここは本当に頼りになります。あとは慶応に限らずですが、やっぱり添削ですよね。どの辺の力が吹いたなとかってのありますか？自分の中で明確な根拠を持って答えられるようになったってことがあって、それは別に慶応のそういう記述問題だけじゃなくても、模試とかもいわゆる共通テストの記号問題でも、なんでこれを選んだかっていうところがもう一発でできる、自分の頭の中で自分に抗議できるような形になったっていうところで、因果とか根拠みたいなものは検討で分かるっていう、そういうところで培っていかないといけないと思って。じゃあいろんな指導をもらう中で、現役の時はよう分からんけど多分2やろみたいな、ふわっとしたゆるく捉えて多分2みたいな、でそれたまたま当たったり外れたりみたいなのがあるっていうところが、添削記述を結構しっかりやっていく中で、
絶対にこれは2だと、これこれこういう理由で3は違う、1も違う、2だっていう風に選べていくようになったと。KO とか早稲田受ける人ってマーチが滑り止めになること多いと思うんですけど、マーチの時に実感するんじゃないかな。そうですね、選択肢の厳しさみたいなものがマーチだと緩いので、より絶対にこれっていうのが断定的に分かるというところがあるんじゃないかなと思います。なのでマーチに確実に向かいたいっていう人も、ぜひ検索とか記述の練習っていうのはやった方がいいんじゃないかなと思います。最後にティ君は篠原塾を使いながら浪人したと思うんですが、浪人生に向けてこれから浪人生生活が始まるって人もいると思うんですけど、何かこうアドバイスとかありますか？まずは本当に確固たる意志と、絶対にこの大学に行くんだっていう、不合格通知を見た時のあの怒りとか落胆とか悲しみを絶対に忘れないでほしいって言って、それが11月12月の時期とかになってくるとだんだん諦めになっていくんです、はい、なのでそれも忘れないこと、進撃の巨人である調査兵団に入るぐらいの勢いでやってほしい。絶対にあの悔しさとか怒りみたいな忘れないぐらい気持ちでやってほしい。本当に確固たる意志が必要で、はい、それしかないんで、逆に言えばあとはもうすごく正しい生活だけを送ってほしい、慣れないそう、気持ちを高く持ち続けるっていうところとか、あとは空回りしすぎないってことも大事ですよね。慣れてもダメだし空回りしてもダメっていうところで、そのために一塾で勉強計画とか検索あったっていうのは結構良かったんじゃないかな。そうですね、慣れてたら分かりますし、空回りしても分かるんで、これから浪人しようっていう場合、うちの塾ではピークみたいな結果を出してるんで、よかったらうちの塾も考えてもらえたらなと思います。この画像に出てる LINE の QR コードを読み取っていただいて、スタンプ送ってくれたら体験授業だとか電話相談やってますんで、ぜひ申し込んでください。ということで今回は慶応大学文学部に篠原塾を使って合格してくれた T 君に来ていただきました。 T 君ありがとうございました。今回ではこれで以上です。ご視聴ありがとうございました。